こんにちは。カナダ在住の山達です。1月6日、議会襲撃事件、ピンクベレー帽女、あなたは誰ということで、話をしていきたいと思います。はい、えーと、何度かお伝えしましたが、今、僕、春休み期間をいただいておりまして、この動画、事前に撮ってあります。まあ、ということもあるので、その、何か重大ニュースがあったとしても、すぐに触れることができておりませんが、まあ、そういう理由がありますので、ご理解いただけたらというふうに思います。 はい。で、今日なんですが、この1月6日議会襲撃事件に関して、また新たな謎が出てきたぞ、ということを皆さんに紹介していきたいと思います。はい。え、この1月6日議会襲撃事件をめぐっては、1000人以上がもうすでに逮捕されていまして、で、2年以上が経過した今でも FBI による捜査がずっと続いているんですね。 で、も毎日のようにまたその司法省が、どこのどこに住む誰々を逮捕しました、みたいなのを発表し続けているわけなんですが、もう正直魔女狩りみたいな感じになってるんですよね。で、え特にこの1月6日をめぐっては、本当に謎が多くて、まあ、例えばその、何でもかんでもトランプトランプトランプがーっていう風になってるわけなんですが、いや、ちょっと待てと。そもそもその議事堂側の待ち構える側の警備はどうだったんだって考えていくと、これ何度か紹介したことがありますが、ペロシが明らかに不自然なことをやってたんですよね。 で、そこに関する責任追及はしないんですかっていう疑問も出てきますしで、あともちろんこれ何回も言いますが、その暴力沙汰をしましたとか、物を盗みましたとか、そういう物をぶっ壊しましたとかですよね。そういう連中はちゃんと公平公正なジャッジにかけられるべきだと思います。あくまでも公平公正です。じゃあ、今回この1月6日で逮捕されてる人たちって、ちゃんと公平公正な司法によるその、 裁きを受けることができているかって言ったら決してそうとは言えないわけなんですよね。例えばタッカー・カールソンがこのケビン・マッカーシーの、えー、ケビン・マッカーシー会員議長の協力を得て4万1000時間分の監視カメラ映像の一部を公開したじゃないですか。 あれから出て考えられるものとしては、いや、その逮捕された人たちの中で、本当にこの情報ってちゃんと行き渡ってたんですかって言ったら、実際そうじゃなかったんですよね。それって裁判とかで必要じゃんっていう話なんですが、そういうものがなぜか司法省側から隠されてたっていうところも出てきているので、どう考えても今回のこの一件って公平公正なジャッジを受けることができていないんですよね。で、さらに言うと、例えばこの議会襲撃事件が起きた半年前の2020年の夏、BL ボード真っ只中でしたよね。 で、あの時って最初の2週間だけで2000億円の経済損失。そのなんか、えー、店がぶち壊されました。物盗まれました。物燃やされました。とかいろいろありましたよね。で、それに2000億円相当の被害。と、あと18人の命が失われているわけなんですね。 で、そっちに関する捜査と比較をして、1月6日事件の捜査に関しては、1万6000時間以上多く捜査に費やされているということなんですね。これあのヘリテージ財団かどっかがあの、情報公開請求で明らかにしたんですが、もう明らかに力の入れ方おかしいだろうっていう話なんですよね。 で、まず1月6日被害額で言うと3億円程度です。えー、っと、一応民主党側は30億だ、40億だってなんか大騒ぎしてますが、あの、基本的にはその1月6日の日の被害額は3億円程度。で、その後になんかペロシが、なんか過剰にね、ずっとそのなんかフェンスを立てるんだとか、あの、周辺立たせるんだってって、めちゃくちゃ無駄なことやってたじゃないですか。あれでその30億、40億っていう無駄なお金に膨れ上がっただけであって、基本的には3億円程度なんですね。 ていうようなことで、あの、明らかに目の付け方おかしいだろうっていうところがあるわけなんですが、はい、まあこういう変なところもあるし、であとはこの1月6日のことで逮捕された人の中には、前科もないし、別にその日暴力行為をしたわけでもないと、にもかかわらず、独房監禁状態になっている人もいるわけなんですよね。 で、これってその、例えばブルーステートなんか特にそう、あの中心的に考えてそうですが、殺人鬼でさえも保釈が許されるようなケースが出てきているわけなんですよね。そんなことになってんのに、その前科もない暴力行為もしていないで、えっと、元々その軍人だったみたいな、あの、すごいちゃんとしたステータスの人であったとしても、 独房監禁状態ありえないわけなんですよね。明らかに1月6日事件だけは特別な、悪い意味での特別な扱い。まあ言うなら不当な扱いを受けているわけですから、まあ、この辺に関しても、あの、悪いものは悪いっていう風に言わないと、そのうちこれ振りかかってくるのはあなたの方ですよっていう話になるわけなんですよね。で、最近ね、ちょっとあの様子が変わってきたって言われているのが、過去の動画でも一回紹介しましたが、覆面警察がこの抗議集団の中に紛れ込んで、その、 あおってたっていうことあったんですよね。その、いけいけとか、あの、その、何、策を超えようとしてる人を助けたりとか、なんかそういうことをやってたっていうことが、あの、今、画像公開とかで分かってきているわけなんですが、これがね、主要メディアでも報じられるようになってきているということなんですね。まあ、なので、タッカー・カールソン効果が少なくともあったんじゃないかっていうふうに言われているんですが、まあ、これがこの後ね、どんどん、あの、どういうことだったのかという真相究明に、ね、繋がっていけばいいなっていうふうに思うんですが、はい、まあ。ちょっと前置き長くなりましたが、とりあえずこの1月6日事件、まあ謎が多いわけなんですね。 で、今回また新たな謎として、謎のピンクベレー帽女っていうものが出てきました。ダレル・ニーリーっていう人物が、2022年10月12日に逮捕されているんです。あ、ごめんなさい、これは2021年ですね。はい。2021年に逮捕されているんですが、えっ、ー、と、なんかその公務執行妨害であって、その警察に反抗したとか、あと10万円以下の窃盗、なんか物えっ、ー、と、なんか警察から物を盗んだとか、中国製のなんちゃらかんちゃら盗んだとかあったらしいんですが、はい。まあそのあたりと、あと制限エリアの不法侵入。 このあたりで逮捕されているんですね。で、今あの裁判前の証拠整理手続きが行われているんですが、その中で弁護側が求めているのが、謎のピンクベレー帽女を証人尋問できるように求めているということなんですね。もう、めちゃくちゃこれ <laughs>、わかりやすいですよね、このピンクベレーさんね。はい。で、えっ、ー、と、この人1月6日重要な場所になんかあちこち現れてた人物だということで、まあ何か知ってるんじゃないかって言われてるわけなんですね。 で、まあ、もう見た目でもすごいインパクトありますよね。この、めちゃくちゃ目立ってるピンク色。で、メイクバッチリ。で、えー、っと、さらにはですね、その場違いなハイヒールを履いていたという、まあ、そんな美人さんなわけなんですが、はい。じゃあ、あの、この人が何なのかっていう話ですね。結論から言うと、このニーリー含めて複数の人が、このピンクベレーさんによって議事堂の中に誘導されたということなんですね。 で、このピンクベレーさんが、この、今、あの、いろいろ容疑かけられて、ニーリーが、あの、ま、 無実であるということを証明できる人物でもあるので重要だし、あとはそのニーリーを、えー、その誘い込んだっていう意味でもちょっとあいつの動きおかしかったんじゃないか。要は今回のケースで、あの何度か皆さんに紹介しましたが、その FBI 内通者とかってボロボロ出てきてるんですよね。そのうちの一人だったんじゃないかっていうことが今言われているわけなんですね。はい。じゃあ具体的にこのピンクベレーさん何をやっていたかっていうことなんですが、えっとまずですね、一番最初にその議事堂の外でボート化した場所にいた とということなんですねはい。じゃあ、この中のどこにいるかって言われてすぐわかりますもう分かったらもう天才ですよ。はい。まあ、わかんないでしょうね。僕でもこれすぐにはわかんなかったですもん。はい。え、ここです。この赤で囲んだところのですね、この黄色の丸の間ら辺にらへんやつですね。もうちょっと拡大するとここ。はい。ね、ピンクベレーさんいますね。はい。別の角度から見るとこんな感じ。また同じく右の後ろ側にいるんですが、ここでね、ちょっと拡大するとこんな感じになってまして、わかりますかねこ、ここらへん これ多分ね、フェンスか、ま、咲くか、何て言えばいいか分かりませんが、それに何かしてるんですね。まあ、乗り越えようとしているのか、どかしているのかよく分かりませんが、まあ、何かやっているわけなんですよ。 で、えっ、ー、と、さらにはですね、この後その、中央のところが浅くぶち壊されたわけなんですが、多くの人はこのまま中央のその、ちゃんとしたタイルの上を進んでいくわけなんですね。ただ基本的にみんなゆっくりゆっくり進むんですよ。で、えっ、ー、と、このピンクベレーさんその時に何したかって言ったら、その中央を通るのではなくて、ハイヒールにも関かかわらず、芝生の上を全力疾走するんですね。で、全力疾走をして、なんとかその、いち早く先頭にたどり着こうとしているんですよ。なぜにそんな急いでるんだって、 っていうね、疑問も出てくるわけなんですが、はい。まあ、っていう、あの、まず最初まとめると、えー、一番最初に冒頭化した場所の、えー、にいたと。で、さらにはそこで、なんか、ついにその柵が破られたってなった時は、なぜか芝生のように全力疾走して、先回りしようとしてたっていうことなんですね。はい。で、先回りした後はですね、ここですね、議事堂正面、西ウィング前の高台があるんですが、そこに姿を現しています。で、なんか、指さしてるのとかわかりますよね。ここで何やってたかって言ったら、 木の棒なんだか、その、折れた旗の棒ちょっとよくわからないんですが、それを使って、実際の動画見てみるとわかるんですが、なんかね、議事堂に向かうように人々は煽ってるんですよ。なんかね、敷、なんだ棒を振ってるみたいな感じでした。はい。も、ま、う、あ、なんで何かやってんなーっていう感じだったんですが、まあ、真剣なね、眼差しでなんかやられていらっしゃいますよね。はい。っていうことで、なんか、あの、誘導するようなことをやっていたと。 で、これを終えた後は、えっと、議事堂の入り口付近に出現をしまして、で、ニーリーと合流しまして、で、2時25分頃には議事堂の中にいるところが監視カメラ映像に残っているんですね。で、ニーリーはそれまでずっと一緒にいたんですが、えっと、途中ではぐれて、で、あれ、どっか行っちゃったみたいな感じだったんですね。ちなみにこのニーリーさんの言い忘れていましたが、えっと、どっかのラジオ局か何かのスタッフだっていうことなんですね。 で、あの、YouTube の生放送をやりつつ、ここにいたっていうことなので、いわゆるその、ジャーナリストの立場として、ここにいたっていうことになってるんですね。で、まあ、それを、その、この、ピンクベレーさんにも話していたので、ピンクベレーさんが、いや、あの人は、あの、ジャーナリストとして、ここに取材できてたんだよっていうことを、証明してもらうために、ぜひとも、その、尋問したいっていうことなんですが、まあ、それプラス、お前は FBI と関係あるのかっていうところも多分聞きたいんでしょうね。はい。で、ちょっと話を戻しまして、とりあえず、えっ、ー、と、 芝生の上を全力疾走した後は高台の上になぜか現れて木の棒でオーラ入れ入れっていう風にやった上で次はその玄関の目の前に来てでえっとニーリー含めて複数の人を中に誘い込んでいくってことをやっていたんですねはいでその後ですねえっと議事堂の外に出てきてもう日が沈み始めていますねえー、ここですねあの何が起きているところかって言ったら議事堂の外になんかメディア機材ぶち壊されたところがあったそうなんですねでそこの現場にもなぜかいたということですしあとは日没のあしてからも議事堂集 周辺うろろちょろしてたっていうことが分かっていいるととうことなんですね。はい。まあ、ということで、お前は誰なんだっていう話なんですが、えっ、ー、と、今回このピンクベレーさんのことをまとめますと、まず最初にボート化した最前線にいたと。で、えー、芝生を全力疾走した上で高台に移動をして、オラオラ入れ入れっていうふうに人々を先導して、で、その後入り口の方に移動して、さらにそのニーリー含めて、一緒に入るわよ、みたいなことで、えー、どんどん煽り。 で、議事堂の内部をうろうろした後、メディア機材破壊現場にも現れてっていうことだったんですが、なぜかピンクベレーさん手配されていないんですね。それは一体全体なぜなのかっていうところは非常に気になるんですが、ピンクベレーなんていうめちゃくちゃ目立ってるものがつい被っていれば、まあそりゃね、その手配をするための、えー、リスト作る係もわかりやすいよねってちょっと思ったりとかするんですが、はい。まあとりあえずどういう人物なのかよく分かっていないわけなんですね。はい。で、えっ、ー、と、何度か言いましたが、この ニーリーの弁護側を申し立てによると、このピンクベレーさんこそがニーリーに議事堂の中に入るよっていうふうに誘導した人物だということなんですね。で、えっ、ー、と、さらに言うとですね、ピンクベレーさんが建物の中に仲間のような人物を複数持っていると。これもちょっと変な話ですよね。で、普通の講義に来た市民をはるかに超える情報を持っていたということなんですね。ちょっとこれがね、訴状を読んでも何に関する情報なのかよくわかんなかったんですが、 まちょっとその、なんて言うんでしょうね。えー、単なる女性、単なるトランプサポーターとはもう呼べないレベルだったということなんですね。で、えっ、ー、と、さらにはニーリーに対して知ってる人がこの議事堂の中に多くいるんだ、みたいなことを言ってたっていうことで、まあ、これはあの、他のトランプサポーターで知り合いがいるっていう意味だと思うんですが、ここもちょっと気になりますし、はい。で、えー、その、これに関して検察側は何を言ってるかって言ったら、ピンクベレーさんが内通者であるということに関しては否定してません。 で、その代わりに、捜査に影響が出る可能性があるっていう言葉ではぐらかしているので、さあ、じゃあ一体全体どうなのかっていうところですね。はい。まあ、もう一回言いますか、このニーリーさんがジャーナリストとして現場にいたこと、で、あと何も盗んでいないっていうことのようなんですが、それを証明することができる重要参考人なので、ぜひとも裁判に呼んでくれっていうふうに訴えているんですが、今のこの1月6日事件の裁判、共通していることに何かって言ったら、FBI の内通者っていうのは、 一切、え、裁判で採用されないことになってるんですね。で、もうすべて裁判官側それブロックするんですよ。売信員には絶対その話はするなみたいな感じで徹底ブロックしていますから、もし仮にこのピンクベレーさんが本当に、えー、 その内通者でなかった場合は多分裁判に来ると思います。ただ一方で裁判に来れないってなったらイコール、えー、まあ内通者の可能性があるので、え、裁判官が許可しないということになるわけなんですが、はい。じゃあ、このピンクベレーさんは一体全体誰なのかっていうところはまたこれから、えー、追っていきたいと思います。はい。ということで今回の話以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。え、最後はですね、あの、晩ご飯食べた後に一回一寝して、えー、起きたデブちゃんですね。この <laughs>、なんか、えー、なんて言うでしょう。 え、意識が、なんかあるんだかないんだかみたいな感じのこのね、素朴な顔いいですよね。はい。ということで、そんな可愛いデブちゃんで分かりをしたいと思います。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。